今日は人気の魚サクラマス、このサクラマスを狙って釣りしたいと思います。実はね、秋田県の4月解禁が、サクラマスの4月解禁があと1週間まで迫ってるんだけども、ちょっとその前に海にちょっと行ってみて、釣れるかどうか、そのサクラマスを狙ってみたいと思います。ただ今日ね、風が強い予報なんで、できるかどうか分かんないですけど、ちょっと向かってて、あと去年の暮れに上田さんの CPS102EXTI っていうロッドの、ティップを破損してしまったんですけども、そのティップにトルザイトリングのチタンガイドを、自分でねつけてみたんで、それを使ってみたいと思います。久々に釣りに来て、これで釣れてくれたらすごい嬉しいんですけどね。じゃあちょっとやってみます。ここですね、トルザイトリング。ここ自分でスレッド巻いてみたんだよね。あまり分からなく仕上がったかなと思いますね。意外に風ないんだけどね、風強い予報だったけど、結構濁ってるんで釣れないかもしれないな、これ。めちゃめちゃ濁ってんな。なんか天気の予報とはちょっと違って全然風感じねえんだよな。でもね、濁ってるから多分沖の方で風が結構吹いてんのかなっていうところで、でも全然寒くねえし、いや意外なほど暖かいな。まだ朝5時半ぐらいだけど、多分10度近い気温ありそうだね、これ。いやこんな暖かいんだ。いやでもこの濁りが、川の濁り入ってるかもしれないな。でも川そんな大きい川近くないけど、この辺でやってみようかな。よし、第一投。持ってて釣れるのかな。何？葉っぱか。ああ、ゴミも結構流れてんだ。ああ、微妙。ちょっとヒットしたらお知らせします。